あみにこんにちは。多くの人が Google のサービスを利用していると思います。利用するには Google アカウントが必要です。本日は Google アカウントを乗っ取られてログインできないとき、どうすればいいかと私の感想をお伝えします。Google アカウントを乗っ取られてログインできないとき、以下のように対応します。1、Google の アカウント復元ページにアクセスする。2、ログインに使用する情報を入力する。3、画面の指示に従って本人確認を行う。4、パスワードをリセットし、新しいパスワードを設定する。もし、1から読んで復旧できない場合は、Google サポートに連絡する。さらに今後、Google アカウントを乗っ取らないためにできることはこちらです。1、 エース口だけでなく記号を使い強化のパスワードを設定する。2、パスワードは定期的に変更する。3、パスキーを利用しログインする。生体認証、ピンなど。4、個人情報を公開しないように注意する。5、詐欺メールなどに注意する。いかがでしたでしょうか ?Google のサービスを利用していることは多いと思いますので、アカウントを乗っ取られてしまうと、 大きな被害になってしまう可能性が高くなります日頃からセキュリティ意識を高め Google アカウントを乗っ取られないように注意することが大事です今回の動画は以上で終わりですご視聴ありがとうございました